イルハンマンスズは、ドイツバイエルン州、ケンプテン出身の元プロサッカー選手、フィギュアスケート選手、トルコ系ドイツ人、元サッカートルコ代表、サッカーのポジションはフォワード。ドイツのバイエルン州、ケンプテンで、クリミアタタール系トルコ人の出稼ぎ労働者の両親の間に生まれ、トルコ国籍のドイツ移民2世として、ドイツで育った。9歳の時、母、 姉と共に、実家のあるトルコのエスキセヒルに、父より一足先に帰国したが、4年後に再び父の、イルドイツへと戻った。ドイツ帰国後、アマチュアのサッカー選手となったイルハンは、SV レンツフリード、FC ケンプテンを経て、FC アウクスブルクの在籍中にこのユースチームで、優勝、1年後に19歳で1、FC ケルンのユースに移籍した。1995年、 家族の勧めで、母国トルコでプロを目指し、アンカラのサッカークラブ、ケンチレルビルリーに入団した。しかし、ドイツ育ちであったイルハンはトルコ語が増えてであったために、チームに馴染めず、半年で2試合、計80分出場したのみで、活躍機会を与えられることもなく、また追感版ヘルニアを患うなど、失意のうちにドイツに帰国した。それから数ヶ月間、 サッカーとは無縁の日々を送るものの、再び情熱を取り戻すことになる。1997年、再びトルコでのプロ入りを目指し、トルコ2部リーグのクシャダス・スポルでデビューして、注目を浴びた。1999年にトルコ1部リーグのサムスン・スポルに移籍して、好成績を残し、2001年には有力クラブの一つベシクタシュに移籍して2001から2年の、 シーズンに21ゴールを挙げ、得点王となった。トルコ代表選手としては2001年10月のワールドカップ予選で初出場した。翌2002年のワールドカップ日本韓国大会では、控え選手ながら準々決勝の対セネガル戦の延長戦で出場、決勝点となるゴールデンゴールを決めるなど、このチームの最多となる合計3得点を挙げ、 トルコの3位躍進に貢献した。トルコでもスター選手として人気のあるイルハンは日本ではワールドカップの活躍中、デビッド・ベッカムもかっこいいがそれにしても、あのトルコのあのいい男は誰と日本人女性の中で話題になり、人気者となった。女性週刊誌やワイドショーではたびたび彼の特集が組まれ、イルハン王子の愛称で女性を中心にファンを獲得し、 写真集や DVD が発売されるなど一大ブームとなった。特に週刊女性は10週近くにもわたって連載が続けられた。2004年2月、日本のビッセル神戸に移籍ワールドクラスの金額で獲得したため入団会見を生中継するなど話題となったが、膝の古傷の痛みの再発により試合には3試合にしか出場せず、6月20日にクラブに 無断で帰国。クラブは戦力外とみなし、本人も復帰の意思を見せなかったため、そのまま退団することとなった。2005年1月27日、冬の遺跡市場で、ドイツのヘルタ・ベルリンとの契約に合意し、遺跡が決まったが、出場機会がなく、同年6月にヘルタ・ベルリンも退団。ついで7月に、トルコの円形アンカラギュジュへ入団したが、 翌2006年1月に対談した。そして2006年8月に現役引退を表明した。2007年6月14日、現役引退の記者会見を行った。2008年6月7日、中田秀俊が主催するエキシビションマッチ、プラス1フットボールマッチに出場、2得点を挙げた。2010年10月、フィギュアスケートのペアで、 ソチオリンピック出場を目指していることが明らかになった。2008年に出演したテレビ番組でスケートに挑戦したところ、それまで経験がなかったにもかかわらず優勝したことがきっかけだった。また、その時の共演者だったオリガ・ベシュテン・ディゴバートは恋人の関係になり、ペアのパートナーにもなっている。2013年ネーベルホールンサカズキにトルコ所属のペアとして、 初めて国際大会に出場し19位。2013年12月に競技からの引退が報じられたが、本人へのインタビューにより引退はしないことが発表された。2004年3月20日、アルビレックス新潟戦にフル出場後に右膝の違和感を訴え、治療のため主治医のいるイタリアへ離日し、半月板の手術を受けた。しかし術後の回復が思わしくなく、 当初4月の来日予定が大幅に遅れ5月下旬にようやく再来日した。その後、6月12日の横浜 F マリノス戦で後半28分から出場したが、2日後に再び右膝の違和感を訴えて離脱。そして6月20日にクラブに断りなくドイツへ帰国した。クラブは6月26日までに再来日を要求したが、 イルハン自身はすでに弁護士にすべてを託し、日本への帰国の意思を見せなかった。その後なかなか話が進まず、対談が発表されるまで1ヶ月以上を要した。8月6日に正式に、イルハンの対談が決まった。詳細、ありがとうございます。